気象レーダー気象レーダーは気象状況を観測するためのレーダーであるアンテナから電磁波を放射し反射して帰ってくる電磁波を分析することで雨や雪の位置と密度風速や風向などを観測しているレーダーの種類にはいくつかありそれぞれ観測できるものが異なる気象学においては気象現象の観測に重要な役割を果たす機器であり 1950年代から普及し始めた。光学においては、リモートセンシング技術の一つに位置づけられる。電磁波を放射し、大気中の雨粒や雪、氷などの結晶によって反射して帰ってくる電磁波を分析することで、雨や雪の位置と密度を観測している。原理的には、波長3から10センチメートルのパルス状のセンチメートル波を発射し、 降水粒子で散乱される電波を受信し、戻るまでの時間などを計測している。降水粒子の半径は1ミリメートル程度であり、レイリー散乱によるもので、探知可能距離は数十数百キロメートル程度。気象庁の標準的な値としては、探知範囲は300キロメートル程度であり、波長5.7センチメートル、パルス幅に μS のものが利用されている。 障害物があるとその影となる部分の観測がしづらいため高い山の山頂などに設置されることが多い。1999年まで富士山頂で稼働していた富士山レーダーは最大で 800km 先まで観測が可能で台風の観測などに大きな役割を果たした。設備の規模が大きいため地上にしか設置されていなかったが 1990年代頃から軽量化と小型化が進み気象衛星にも搭載できるようになった。気象衛星は観測範囲が広く地上の障害物の影響を受けない利点がある。熱帯高雨観測衛星はマイクロ波レーダーを搭載している。電磁波を放射し大気中の雨や雪によって反射して帰ってくる電磁波を分析する点はマイクロ波レーダーと同じである。 異なるのは波長 1mm から 10mm 程度のミリ波を用いる点である。波長が短いためマイクロ波レーダーよりも小さな物体を捉えることができる。雨粒などよりも小さい霧の粒子や雲粒を観測するのに適している。地上に設置するタイプのほか気象衛星に搭載されることもある。電磁波を放射し、 大気中の雨や雪によって反射して帰ってくる電磁波を分析する点はマイクロ波レーダーと同じである。雨や雪の位置と密度も観測することができるが、最大の特徴はドップラー効果に伴う周波数の変異を観測できる点である。小さな雨粒や雲粒は風に乗って動くため降ると同じ動きをする。この雨粒や雲粒にあたって反射してくる。 電磁波の周波数の変異を観測することで、その場所の風速や風向を推定することができる。通常は、風速や風向を立体的に捉えるために、二つ以上の複数のレーダーから得られた情報を解析して、推定する。風速や風向を捉えることで、気象レーダーでは分かりにくかった細かいスケールでの気流の流れや雲の動きを把握できる。そのおかげで、 乱気流につながるウィンドシアやダウンバーストの観測、竜巻などにつながる上空の気流の乱れを観測することができる。高天時に雨雲と風の移動を観測するのに適したドップラーレーダーだが、晴天時は電波を反射する雨粒がないため風の観測ができない。これを補うために音波を用いたドップラーソーダーや光、レーザーを用いた ドップラーライダーが併用されることがある。二重変波レーダーは、垂直変波と水平変波の二種類の電波を発射し、雨粒の形状を利用して二種類の電波の反射率の差から、降水強度を求める。コヒーレント二重変波レーダーは、垂直変波と水平変波の二種類の電波を発射し、二種類の電波の位相の差から、降水強度を求める。送信電力の代償。 雨粒の大きさ、降雨による減衰などの影響を受けにくいため、定量的な観測が可能だとされる。電磁波を発射して、反射してきたものを分析するレーダーでも雷を観測することはできるが、雷が他の観測の妨げになるためあまり用いない。雷を観測する場合は、雷だけを観測するためのレーダーを別に設置することがある。レーダーエコーの画像は、 雨雲の位置や雨量などの分布を示している。エコー画像からは、それがどういった気象現象であるかを推定することができる。気象衛星の可視光、赤外雲画像では一部しか把握できなかったり、上層雲に隠されて見えなかったりする気象現象も、レーダーエコー画像により観測できる。エコー画像では、降水強度、降水量が色分けされて表示されることが多い。 この強度の分布から、降雨のパターンを推定することができる。降水強度が、どの地点でも、同じような分布で、ほとんど同じ色が広がっているような、場合、温暖前線やあまり強くない低気圧の通過に、伴い、騒雲や乱騒雲などからあまり強くない雨が、しとしとと降いることが多い。一方、降水強度が、地点によって大きく異なっていて、画像上に、 様々な色がまばらに分布しているような場合、寒冷前線や発達した低気圧の通過、あるいは大気が不安定となっていることに伴い、乱層雲や積雲、積乱雲などから強度変化が激しいやや強めの雨がザーッと降っていることが多い。また、エコー画像の時間変化からも気象現象の特徴をつかむことができる。エコー画像で色がついている部分を降水域、 降水域、降雨帯ともというが、この降水域の移動や消滅の様子から、降雨の元となっている気象現象のパターンを推定することができる。降水域が大きくまとまって、同じ方向に移動し続けている場合、降雨の原因は、前線性の対流か大気の不安定のどちらかであることが多い。前線性の対流では、前線の移動に伴って雨雲が、 同じように移動していく。大気の不安定な時は、多数の雨雲が離れてバラバラに分布しているものの、大規模な大気の流れによって、同じように移動していく。また、寿命数十分数時間程度の局地的な強い、降水域がいくつか現れ、そこでは、大雨が降る。降水域が回転しながら移動している場合、低気圧性の対流であることが多い。低気圧の周囲では、 半時計回り、北半球の場合に回転しながら大気が集まって来ているため、雨雲も同様に移動する。熱帯低気圧や台風などの場合は、回転速度が速く、中心には台風の目に当たる空白ができる。ドップラーレーダーでは、マイクロ波レーダーの降水強度に当たるものとして、風速、時間変化に当たるものとして、風向を把握することができ。 これらからも気象現象の特徴をつかむことができる。エコー画像では時に特徴的な画像が見られることがある。ラインエコー、線上エコーなどと呼ぶ。降水強度の強い部分が線、ライン上に分布しているものを言う。寒冷前線やシアーライン上にできる例が多く見られる。雨雲を成長させる空気の対流がコンパクトながらも激しいことを示している。 線を挟んで両側から雲を作り出す水蒸気が供給されることで雨雲が長く持続しエコーも残る。線の幅が狭いほど降水強度が強いほど雨雲の周囲では雨風が強い。テーパリングクラウドと呼ばれる細長い発達した積乱雲の発生時には必ずといって良いほど見られるエコー。防エコー、球場エコー、古城エコーなどと呼ぶ。 降水強度の強い部分が弓、棒状に分布しているものを言う。複数の石乱群も、降水セルが接近して発生した場合、それらが集まって、メソサイクロンと呼ばれる循環を始めることがあるが、このような時に見られるエコーである。ドップラーレーダーで観測した場合も、同様に見られ、降水セルの中の気流の分布を解析することで、セルの中での循環の様子や、 降水の程度などを推定することができる。アメリカでは発達した防衛孔をデレチョと呼んでいる。デレチョは持続時間が長い上に激しい気象現象をもたらし災害を引き起こすことが多い。多数の防衛孔が直線的に並んだものをシリアルデレチョ、持続時間が長く非常に長い距離を移動する防衛孔をプログレッシブデレチョ、両者の性質を持った防衛孔を ハイブリッドデレイオと呼ぶ。フックエコー、針状、エコー、釣り針状エコー、クロワッサンエコーなどと呼ぶ。降水強度が強い部分が、鍵、フック、または釣り針状に分布しているものを言う。フックエコーの規模は、数キロメートル、数十キロメートルと小さく、この規模に合わせて観測しなければならない。フックエコーは、竜巻の前触れとされるエコーである。の原因は、 発達した積乱雲の中でメソサイクロンと呼ばれる循環が局地的に強まってコンパクトにまとまった渦巻きが発生することである。レーダーが捕捉する雨粒は風の影響を強く受けるため竜巻の発生時やその前後に竜巻の周囲で強い気流の引き込みが発生すると雨粒が引き寄せられて密度が高まり降水強度が強くなったように得る。これは 竜巻の親雲である、積乱雲の降水域から、竜巻の方向に向かって春状に伸びる。ブライトバンドとは、雪、個体が溶け始めて、雨、液体に変わりつつあるような状態変化中の粒を観測した時に現れるエコーである。特に雨が強く降っているわけでもないのに、屈折率の関係で強く反射されて、エコー画像では明るく映ることからそう呼ばれている。 水平方向では円形、ドーナツ状に移り、その中心にレーダーの設置場所があることを表している。エンゼルエコーとは雨や風など以外に起因するエコーのことである。昆虫や鳥などに反射するものや気温や湿度の変化によって電波の屈折率が変化して反射するものなどがある。電波屈折率の変化によるものは波長が センチメートル単位のドップラーレーダーで観測できることが知られている。地面に反射したものが映り込むグラウンドエコー、建物や山などの障害物が映り込んだものなどがある。チャフによるエコーと判断される場合もある。恒星によらないエコーを飛行水エコーと表現する場合がある。また、海上の波や波しぶきによって生じるエコーはシークラッターと呼ばれる。気象レーダーも、 無線などと同様に異常電波が起こることがある。デリンジャー現象は、気象レーダーに使用される波長は、影響を受けにくいが、磁気嵐の影響、スポラディック因素の影響は、気象レーダーでも発生することがある。また、レーダーの技術的な不具合が異常電波のように映ることもある。日本では、これまでマイクロ波レーダーのみが広く用いられてきたため、マイクロ波レーダーを気象レーダーということが多い。 本来は気象観測に用いるレーダー全般を気象レーダーという。無線局の種別としては無線標定陸上局に分類される。気象庁の運用をする気象レーダーは以下の20カ所である2013年3月現在。以上、20カ所のレーダー観測を合成して、小笠原諸島や北方領土の一部等を除く日本列島のほぼ全域及び、 沿岸の海域がカバーされており、気象庁は10分ごとに 1km 四方の降水強度と 2.5km 四方の雲長高度を作成している。2009年7月より5分間隔の観測。また、蒸気以外にも各地の航空地方気象台、航空速攻諸島に空港気象レーダーが設けられている。国土交通省では河川や湖、ダムを運用。 管理するために多くの気象レーダーを気象庁とは別に独自に設置している。全国に合計26カ所設置されている。レーダーの運用、管理は地域の河川事務所、ダム管理所や地方整備局が多い。なお、国土交通省解析雨量はかつては気象レーダーとして気象庁レーダーのみを利用していたが、現在は国土交通省レーダーの観測を取り込んでいる。 竜巻をはじめとした突風をもたらす現象を監視するため、気象庁ではドップラーレーダーへの更新が行われた。なお、ドップラーレーダーの風データをメソ数値予報モデルに取り込むことができることから、現在より短い時間間隔でより細かい範囲の風を状況を把握することで、集中豪雨等の予測精度向上に寄与することが期待されている。 また、日本国内の9カ所の空港、新千歳、成田、羽田、中部、大阪、関西、福岡、鹿児島、那覇では、航空機の離着陸に影響を与える、低層ウィンドシェア検出のため、空港気象、ドップラーレーダーを設置、運用している。また、国土交通省では、深山レーダー両系、大阪府豊野郡の世町で、ドップラーレーダーが併設されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。